620mm で車検証だと愛知運輸支局か。全部合格。合格でした。というのは嘘だ。はい、落ちました。落ちるな。ちょっと結局あれか、ハンドル幅が 100mm ぐらい違う。でもこれ構造変更やな。今回あんま形変わってないけどね。あれなんだ、ハンドル幅は2センチ以上だったっけ、あの当然この場合ね、はい、で、あと、長さが30mm で、あと高さが 40mm ぐらいか。でロングホークとかするともう絶対あれだよね、あの構造変更になっちゃうね。 40mm だね、はい、40mm ロングとかつけたらね。そうそうそう。であと2人から1人とかも構造変更必要で、まあいっぱいあと構造変更あるんだけど、まあ、今回はね、そのとりあえず幅がもうすでに合わないもんで、構造変更の書類を、まあこの、まあね、いっぱいあるんだって、車検の書類って、これを変えていかなければならないっていう。何だったっけな。もう一番大事なのがさ、まあ、車検書類、まあ、書いてバイクさん持ってきて大事なのは納税証明書ってやつがあって、個人情報出ちゃうな。まあ自分のバイクだからいいんだけど、はい、納税証明書がさ、なんていうんだろう、今ペイペイとかで払えるじゃん、うんうん、いろんなそのこれ、うるさいね。そうそうそう、電子決済とかしちゃうと、はい、ここに印鑑押されないのよ。実際払うのってさ、カードと紐付けてったら月末に払うことになるじゃん、はい、でその引き落としがされてないもんで、ここに領収書印っていうのがコンビニとかで払うともらえなくて、ペイペイとかあのクレジット決済とか振り込みとかいろいろあるんだけど、で車検で使うときってこう送られてくるんじゃん大体、はい、で送られてきて、でこのね継続検査用っていうこの紙の、はい、継続検査用っていうこのこれが必要なの。これでそれに印鑑があるものが必要なので、これ印鑑ないやつになっちゃうのよ、はい、デジタル決済だと。でそれは車検では使えません。で車とかは陸運局で取れるんだけど、すぐ、はい、あの払ってる払ってないっていうのと証明書が。でオートバイはほら国とかって県じゃん確か税金が、はい、でバイクはとか軽自動車市とか 区なのよ、管轄してるとこは。あ、変わるんですね。そうそう、一つ下なのよ、はい、足並みが揃ってないもん。デジタル化できてなくて超アナログで、はい、例えばこう登録した書類のその税金の書類をその足で取り行くじゃん、車検場行って、はい、車検場で登録しました、これバイク登録されました、うん、でその足で市役所に行きます。でこの登録今日したんだけどっていう書類はないのよ、デジタルで繋がってないのよ。その書類は車で陸運局から送られてくるって言った、まとめで。あ、タイムラグが、タイムラグがあるから、だからもう全然そういうのができてなくて、で結局こいつ反抗しなくてデジタルしちゃった人は、はい、あの市町村に取り行かないか、市町村とか区役所市役所とか管轄のね自分の住んでる、うん、でそこでこのナンバーのやつのこの税金払ったっていう証明欲しいんだけどっていうと、はい、以上もらえるのよ。でこれだけね、もう超めんどい。なんとかしてください行政さん。ね、コンビニとかで払ったのっていう全部取れるといいんだけどね、証明書がプッとね。そうですね。そう、名古屋はねコンビニで住民票さえも取れないからね。あ、そうだ。マジだって、本当にいつできますかわからないですって言われて。まあそれ置いといて、はい、納税証明書は気をつけてくださいこれ。うん。現金払い、そうそう、車検の時現金払いがもうベストだと思う。印鑑をしてもらって、はい、はい、です。で、あとはもう書類を書いていきます。車検証もさ、今年からさ、こんなちっちゃくなっちゃってさ、すごいすごいすごい。で、ね、この QR コード読み込んでスマホ上でもっと詳しい詳細が出るよっていうのに買ったの、はい、超めんどいでしょ、紙でくれやみたいな。そう、もうそういう時代だもんね。だけどまあ結局ね、書くのはね全部アナログで、ね、これをねひたすらね書いていかないとダメなのよ。 GHP の車体番号が、もうハーレーはね車体番号が長いからね、これをいっぱいね、あとは名前をひたすら書かなきゃいけないっていう、その全部の用紙に、そうそう、全部の用紙に名前を、だからなんかさ、大技なんちゃらが3回ぐらい続く住所とか地獄よね。
何とか思いながら。そう、特に名古屋ってなんか変わった感じとか言われてます、ね、うん、あるよね、あるよね。あとね、なんて言うんだろう、あの統合しちゃってて住所が変わってるやつ結構あるんだけど、あれ参っちゃうな。で、車検の幅、幅が820mm で、車検証だと720だで 100mm 10cm 幅が広がっちゃっとるもんで、構造変更ですね、もうこれ。一応高さも、さあ見とこうか、高さも。そうそう、車検証に載ってるね、初限、数字が変わるやつはね、全部基本的に構造変更なんよ。100?140 と車検証だと140、高さ111、これも3、これはでも、高さ40ミリやったっけ。だから一応規定には入ってるけど、幅が全然ダメだから、で長さ216ミリ。さて、どのくらい経ってるでしょう。216センチか、車検証やな。2160、はい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 、2100、そうやね、一緒ね、長さはほぼ一緒で、これさ、幅でさ、よくさ、車検場でなんか揉めるじゃないけど、ああどこだなのさ、ステップの位置、ステップですか、ステップの方が出とるとステップなのよ、これ。でもこれステップ入ってるからハンドルよりいいんだけど、これが陸運局でステップは折れ曲がるからダメっていう陸運局があって、前回こっちで担当が測ったんだけどっていうので、はい、え、だってこっちで測ってるから、え、構造変更してください嘘でしょみたいな、あるこれ。そんなことはあるんです。そう、いや、これはね、ちゃんとね、言っとかないと、前回こっちでっていうのをね。で、あとはウインカーがつきますね、つきますね。で、ホーンがあって、回路が鳴ります。あとブレーキ OK、 よし、全部バッチグ、忘れもないね、ハンドロックもついとる、はい、じゃあ車検場に行きますか。よし、車検の準備もできたんで車検場に行きましょう。はい、せーの、はい、来たね、はい、ここは名古屋愛知運輸支局か、はい、そうそう、愛知の総本山、はい、さあ、行きましょう。行きましょう。まずは書類を出していきます、はい、よし、じゃあ行きますか。はい、最低週1ぐらい来てるよね。そうですね、だいたい送る。まずは書類を、はい、書類出します。出します。理由文化認証をパスなんて当然書いてたから、はい、なんだ収入印紙と検査調子を書かなきゃいけなくて、で、オートバイで初年度が13年構造変更、うん、はい、ありがとうですね。はい、ゲットしました。交通規制24名セーブ式です。お金を戻して変更、まだにね、こういうデジタルとかじゃないんだよね、アナログの世界で。でこれ貼ると決まってるもんで、はい、このまあ、なんだ、重量税。わかんないよね。重量税って何っていう。重量税。ごめん。あとは、検査の、この、車検、ここに、レンタル、レンタルって。それでもね、ミスって貼っても、剥がしてくれたりして、向こうの検査員の人が、
まあ、修正してくれる、修正してしてくれるかな。継続なんだけど、そっち合うのよね。違う、あ、変わるんだ。そう、変わらない、もう分かりづらいよね。分かりづらい。そう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 、揃いました。はい、あ、それ公開しました、はい、これから検査ラインに行きます。はい、全部合格。合格でした。というのは嘘で。はい。落ちました。正直な。どうでしたか。あら。まあ絶対試してるわ。とりあえず。はい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 。ヘッドラインとか1000円だったりか、下がってて、こうしちゃってたんだけど、はい、これ、なんていうの、奥に入れたいやん奥に入れたいやん、はい、これ、奥にもう当たってんのよ。あげいい位置にすると、はい、ヘッドラインのお釜がフレームに当たってんの。あら、だから今回、もう後ろのバネを下げて、はい、縛らして、ピッと、やるといい配置にする。頑張ってくるわ。はい、また落ちた。また落ちた。もう一台通さないかんのに。やらんじゃん、酒通さんの。だから左向いてるって言われちゃった。次は左右ですか。はい、合格した。合格しました。大丈夫ね。とんでもない。とんでもないことが起こった。どういうことですか。バスケットしそう。測定ラインいってくるわ、とりあえず。はい。あと、あの、寸法のね、写真撮っていいのにね。はい。構造変更の写真ですね。そうそう、この形で通しましたよって履歴が今のものならば、はい、重さとね、はい、とりあえず終わりですね。あと書類待ち。はい、頑張ってます。はい、お願いします。
最近変えられたんですか。最近これおすすめです。効能はこの辺に出てます。日本製なの。日本製なの。メイドインジャパン、みんな大好き。そしてこれギアオイル、このギアオイル、はい、プライマリーギアってな、トランスミッションプライマリースポーツ用。これどうした、もう魔法のようにギアが入るようになる。これちょっと薄いってすげえいいよって聞くもんで、はい、今回実はね、初めてこれちょっと試してみようと思って、これちょっと入れ替えて今からちょっとしたら乗ってこようかなと思って。はい、これはでも多いよね、割と評判いいね、すごい。まあ値段がさ、最近もさ、オイル高いじゃん、どのオイルもなんかどんどん値上がっていくじゃん。これいくらだ、2500円とかだったっけな、オイル1リッターね。1リッターです、うん、まあまあ、まあ、そのこのクラスにしてはお得よねと思って、うん、そうタフツーとかなんかもう3000いくらだったら3000円台ってさ、もうなんかちょっとひるむのね。あ、1リッター3000円、1リッター3000円台のオイルってさ、はい、その年に1回ぐらいだったらいいかなと思って、もう頻繁に乗る人とかちょっとひるむよね。そうですよね。オープンで、はい、でも夏終わったらね、やっぱオイル買いたいよね。はいね、しまったな、エンジンチンチンに温まった時にやばったな。しゃべっ、もうお客さん来とったでなって感じで、オイル変えていきます。はい、オイルキャップでね、発売中ですね、はい、まあまあ、こっち純正のオイルタンクのここにあるやつにもつきますね、これ、うん、そしてこのオイルタンクの問い合わせがすごく多いもんで、はい、このオイルタンク実は作ってるんだよね。そうですね、仕掛かり途中ですけど、今とりあえずまとめて3つね、これ切り取って、伊藤博士が叩いたやつだよね。そうです、板金して叩いて、このアールに沿わしてリブ立てて、また溶接っていう、この意味わからんけど、はい、純正ベースだよね。穴ポロもこれも叩いてあれしてね、はい、あとここに、まあここかここか、まあここがいいかな、当たんないもんね、出っ張らないし。そうですね、そうそう、これちょっと、まあ、小ロットでもう何セミオーダー、はい、在庫ある人欲しい人買ってみたいな感じだね、いいの。これない。邪魔なんだけど、このバイク。なりますか。2023、ひろしのレーサー、ついに完成。先月、初参戦でしたっけ、はい、先月、スプリント。はい。こけた。こけました。沢波の。ひどい。ひろしがこけて。こけて。ちょ、またがって。またがって。ひろしはこけて。はい。はい、何コーナー目でこけたの？3コーナー目ですね。俺のバイクの部品を取りに取って、
参加して、はい、エンジンオーバーホールした後かからないっていう、散々な目で、ね、散々な目であって、最後プラグだったやな、はい、プラグ変えてみたらって言ったらプラグ変えたらね、最終失火だったっ、失火だったっていう、ただのそうか。で何、えスプリント何周目でこけたん？スプリントは、うん、4周目でこけました。4周、あ4周、もうちょっとあと3周じゃん。そうです、1ヒート目は回り切ったんですけど、うん、2戦目で途中でこけました。なるほどね。もう少しでトップに追いつく。お、そうなんだ、はい、結構頑張ってたんだね。頑張ってました。そうか、ああこけちゃってじゃあ最終戦期待します。はい、頑張りますましょう、はい、せーの、はい、今のでせーの